こんにちは、有馬かおるです。いつもご視聴くださいましてありがとうございます。感謝してます。はい、今日お話しするのは、今の子供たちとか赤ちゃんとか、まあ10代とかのね、若い世代の方で、よくね、お父さんお母さん、それからおじいちゃんおばあちゃん、特にね、おじいちゃんおばあちゃんからのご質問が多いんですけども、今の子供たちは自分たちのように、選ぶ意識がない。例えば、アセンションをするとか意味がわからない、ちっちゃい子供って。で、じゃあ決めましょうって言っても、じゃあ どっちにするのかって子供はで選べないじゃないかと。だからすごく心配なんですよ。もう自分たちは自分の意思で決めるから、それはもう仕方がないけども、この子たちがそれをわからないままに、アセンションができないとどうなるんでしょうか、もう心配で心配でっていうね、ご質問がね、本当にいくつもあったんですね。で、これね、結論から言うと、子供たちはもう選んでます。すでにもう生まれた時、生まれる前から選んでます。アセンションについてはどういうことかというと、私たちのように生まれてきた目的、アセンションするとかしないとかね、そういうものはもう選ぶとか選ばないとか、どっちに決めてきたとかじゃないんです。もうアセンションはするし、もうすでにね、覚醒もしてるんですよ、実は。というのは、今の子供たちもう私たちのこの思考とか、魂もそうですけど、まず細胞レベルから違うんですね。もう私たちのこの体を作っている、細胞の中に、ある DNA、 もう DNA 自体が私たちの時代のものと全く違うんですよ。だからもう別の生き物みたいな感じです。本当に同じ人間でありながら外見はね変わらない、でも全く違います。もうだから、ここに、今生まれてきている赤ちゃんとかちっちゃいお子さん、小学生中学生とかね、もうちょっと上までですかね、もう若くなればなるほどね、もう細胞レベルというのが全くもう全然違うものですよ。だからご心配されなくても全然大丈夫ですよ。子供さんたちはもう間違いなくアセンションはゲートはねもうくぐりますし、もう今でもね完全にもうくぐってる状態と変わらないです。なので、もうご心配、そこだけ心配されないでください。すごいやっぱりね、皆さんお優しいです。やっぱりご自分のお孫さんとかお子さんとかをほんと心配して、この子たちはどうなってしまうんだろう、一緒に行けるのかなって。いやいや、自分の心配の方が先ですよ。もう子供たちはもう 100% 行きますからっていうところだけね、これやっぱりお一人お一人にもねお答えしたんですけど、多分心配してらっしゃる方もね結構たくさんいらっしゃると思いましたので、ちょっとね皆さんにと思って、今日はね、まあ、簡単ですけどね、心配はないということでお伝えさせていただきました。はい。それからもう一つ、5次元に行ってしまったらもう戻れないんですか、3次元に帰ってこれないんですかっていう、これも多かったんですけど、これもですね、帰れますっていうか戻れます。戻ることはできるんですよ。で、結局波動を落とせばいいだけのことなんで、波動を落として戻ろうと思えばもちろん戻れるので、行ったらもうこのね3次元に戻れないってことはないんです。ただし、おそらく戻ろうと思う人はいないと思います。一回5次元まで行って、いや、もう一回3次元に戻ろうっていうことはないと思いますよ。だって5次元って多分想像が今ねできないからだと思うんですけど、全然違いますよ。もうこの今の
悩み、例えば人間関係の悩みだったりとか、お金の悩みだったりとか、人から攻撃されるとか嫌われるとか、また自分が嫉妬するとか、こういうものが一切なくなるんですよ。こういう感、そういう感情とか、そういった出来事とか。だからもう本当にね、天国のような感じですよ。今から考えると。で、そこに行った後に、また争いとか、足の引っ張り合いとか、いろんな問題が浮上してくるようなこの生活にもう一度戻りたいかって思う人はまずいないと思うんですよね。ただそれでも戻るのが可能かどうかっていうことだけ考えると可能なんですよ。でももう多分もうしないと思います。そしてその一回波動をそこまで上げ切ったら、なかなかね、戻れはしてもちょっと難しくなると思いますね。一回上げた波動を落とすっていうのは。でそもそも私たちは、上からね、ここに地球にやってきた時、波動をねものすごく落としてるんですよ。上にいた時は波動ものすごく高いんですよね。それを落として落として落とさないとこの地球に入れなかったんですよね。だから落として、それでもまだ高い、もっと落とさなきゃいけない。でどん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 落として今の状態になってるんですね。でそれをもう一度上げるわけですよ。で上げるのも結構もうね大変なんですけど、でそれをやっと上げたのにさらにまた下げようとはもう思わないと思います。でもまた下げるためには、下げて下げて、で、それでももうちょっと下げないといけないっていうところまで下げないと3次元は入れないと思います。でもう一回それを経験したいなって思うことはないとは思うんですけどね。ただどんなところかわからないから、なんか行ってもし今よりも良くないところだったら帰ってこれないのかしらって多分ね不安になられたんじゃないかと思うんですよ。でも心配は、これもね心配しないでください。もう帰りたくないと思います。今のこの3次元にはもうそれはほぼ全員がそう思うんじゃないかと思います。だから今はそこはあんまり心配しなくて、で、下げれば戻れますよっていうのが結論ですね。でこの2つのご質問もね結構あったので、お答えをしましたけど、どちらのご質問も安心して大丈夫なことなので、そこ心配しないでください。はい、ということで今日はね2つの質問にお答えしました。最後まで見ていただいてありがとうございます。それではまた。